そういえばランチさんってくしゃみでちょっと怖い人に変身しちゃうんだっけ。置いてきちゃったけど大丈夫かな。大したことなさそうだな。これは化け物がまた来たぞ。助けて。化け物め、どこだ。やつ、やつは確か土に植えた種から出てくる化け物だ。間違いない。よくも村を襲ってくれたな、化け物ども。悪は絶対許せない。正義の味方、グレートサイヤマン参上。決まった。ギャギャ。あ、いいもの見つけちゃった。ギャギャ。ここはお前らのいていい場所じゃない。ギャギャ。よし、これで全部倒したな。 ありがとうございます。なんとお礼を言っていいか。はっはっは、当然のことをしたまでですよ。化け物はどこだ。ランチさん、化け物なら僕が全部やっつけちゃいましたけど。何？遅かったか。俺も奴らをぶちのめしてやろうと思ったのによ。そんな危ないですよ。昔ヤムチャさんだってあいつにやられたことがあったんですから。へっくしゅ。しょうがね。とりあえず迷惑かけちまったみてえだな。僕は大丈夫ですけど、襲われた村には被害が出てると思います。ええ、あの化け物が村の食料庫や店を壊してしまって。そういえばあの化け物を倒したとき野菜を手に入れたんですが。そいつは天津飯の畑で採れた野菜だな。ちょっと待っててくれ。アクション。あら、ここはどこかしら。ランチさん。まあ、おいしそうなお野菜ですわね。よろしかったらそのお野菜で皆さんにお食事を作らせていただきたいんですけど、いかがでしょうか。そりゃ助かるよ。私たちは壊された建物を直さなきゃいけないしね。それでは天津飯さんの畑からもっとお野菜を取ってきますね。ご飯さんも手伝ってもらえますか。ええ、もちろんです。あと僕はご飯ではなくグレートサイヤマンです。あら、そうでしたわね。いやー、あんたの料理とってもうまかったよ。野菜もとても新鮮だったしね。お店に出してもいいくらいですよ、ランチさん。本当に美味しいです。そこまで喜んでいただけるなんて。天津飯さんの美味しいお野菜で作ったお料理をみんなに食べてもらうお店、素敵かもしれませんね。はい、いいと思います。もう一人の私と相談してみようかしら。それはまた今度で。僕そろそろ行きますね。ええ、いろいろとありがとうございました。グレートサイヤマンさん。